ダニエル・ジェームズ・ブラワーはアメリカ合衆国ニューヨーク州サフォーク郡ロッキーポイント出身のプロ野球選手。独立リーグアトランティックリーグのブリッジポートブルーフィッシュ所属。生はブローアと読むのがより本来の発音に近い。2010年の MLB ドラフトでニューヨークヤンキースに12巡目指名されプロ入り。この年は 参加の A-9 のスタテンアイランドヤンキースで6試合に登板した。2011年は A 級チャールストンリバードックスでプレー19試合に登板し3勝2敗3セーブ、防御率3.63だった。7月から A 級のタンパヤンキースでプレー20試合に登板し2勝2敗2セーブ、防御率3.66だった。2012年は怪我で離脱し、 シーズンを全球した。2013年からは AA 級トレントンサンダーでプレー。46試合に登板し、6勝3敗4セーブ、防御率2.59だった。2014年はメジャーのスプリングトレーニングに参加。期間中のオープン戦ではリリーフとして9試合に登板し、1勝0敗、防御率1.93だったが、4月3日にトリプル A 級、 スクラントン・ウィルクスバリレールライダースへ移動した。この年は、トリプル A 級、スクラントン・ウィルクスバリと AA 級トレントンでプレートリプル A 級、スクラントン・ウィルクスバリでは31試合に登板し、3勝1敗、3セーブ、防御率5.95だった。オフの11月20日に、ヤンキースとメジャー契約を結び、40人枠入りを果たした。 2015年6月21日のデトロイトタイガース戦でメジャーデビューに3回を投げて4失点を喫した。8月5日にリーフとなった。2015年8月14日、ウェーバー工事を経てアトランタブレーブスへ移籍した。ブレーブス移籍後は12試合にリリーフ登板。勝敗はつかなかったものの防御率3.65ホイップ0.97と高騰した。 ヤンキースとの合算では13試合の登板で防御率6.23ホイップ1.23という成績だった。2016年の開幕は参加のトリプル A 級グーインネットブレイブスで迎えた。4月26日に40人枠を外れ A 級ミシシッピブレイブスへ降格。6月3日に自由契約となった。二千十七年三月第四回 WBC に イスラエル代表として出場した。4月6日に独立リーグアトランティックリーグのブリッジポートブルーフィッシュと契約した。ありがとうございます。